想像力を働かせることは、新しいアイデアを生み出し、問題に対する創造的な解決策を見つけるために非常に重要です。以下は、想像力を刺激し、活性化させるためのいくつかの方法です。読書と物語、いろいろなジャンルの本や物語を読むことは、想像力を豊かにする一つの方法です。異なる視点や状況に触れることで、新しいアイデアが生まれやすくなります。芸術とクリエイティブな活動、絵画、音楽、演劇などの芸術活動は、創造性を刺激し、想像力を広げます。自分で何か新しい表現を試みることも良い方法です。異文化体験、異なる文化や環境に身を置くことで、新しい刺激を受け、異なる視点を得ることができます。旅行や留学などがその一環です。問題解決とアイデア発散、問題に対して独自の解決策を考える習慣をつけることで、想像力が鍛えられます。また、アイデア発散のセッションを行い、自由な発想を試みることも良い方法です。新しい経験、新しい体験や挑戦は、想像力を刺激します。日常のルーチンを打破し、新しい環境や活動に挑戦してみましょう。メディテーションとマインドフルネス。メディテーションやマインドフルネスの練習は、精神を鎮め、クリエイティブな思考を促進します。意識的な呼吸や集中力の向上が、想像力を活かすのに役立ちます。これらの方法を組み合わせて、自分の想像力を育む習慣を作りましょう。どれもが個々の好みやライフスタイルに合わせて調整できるので、試してみてください。